村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長のサウンドコーダー久しぶりです。今日はですね、いろんな最終のサウンド作りのテクニックというか、そういうのを少しお話ししたいと思います。今日もボーカルの方はいつものようにひまわりの音で実験をしたいと思います。久保田利伸さんのミッシングを練習中の音源でやってみたいと思います。まずドライな音楽を聞いてみてください。言葉にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに。はい、こんな感じで、ドライな音楽があります。いろんなエフェクトを少しずつ乗せていきたいと思います。ですね、はい、アクシスという、これも最近買ったエフェクトなんですけれども、できるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた、出会いがもっと早ければと。言葉にできるなら少しはマシさ。はい、このソフトは4つの帯域ですね、マルチバンドに対して、イメージングということで、このステレオのワイド感とかを調整したりとか、コンプレッサーをかけることができます。これでですね、若干、こうボーカルに迫力を出しておいて、そしてさらに、コンプレッサーで、整えていきます。このコンプレッサーは大きく分けて、こういくつかのこういう特徴のあるコンプレッサー、デジタルであったりとかヴィンテージであったりとかクリーン、こういうようなコンプレッサーになっています。今はですね、こんな感じで、スレッショルドをこう上げてあってですね、上げてあるというか下げてあるといった方がいいんでしょうか。そして、作り込んでます。聞いてみてください。できるなら少しはマシさ、聞いてみます。互いの胸の中は手に取れるほどなのに、もうちょっと入れていきますね。震える瞳が語りかけてた、出会いがもっと早ければと。言葉にできるなら少しはマシさ、互い、はい、そこにですね、今度はちょっと今ひまわりも大好きなボーカルファイナライダーというソフトで、高音とかをクリアにしていったりします。の胸の中は手に取れるほどなのに、一気に音楽が変わります。震える瞳が語りかけてた、出会いがもっと早ければと。今ブライトを調整しています。言葉にできるなら
少しはマシさ。互いの胸の中は手に取れるほどなのに。それとステレオのワイド幅を調整します。富が語りかけてた出会いがもっと早ければと。リバーブももう少し入れてみますね。言葉にできるなら少しはマシさ。互いの胸の中は手に取れるほどなのに。震える日富が語りかけてた出会い。ここからですね、ここについてるリバーブは少しですね、僕の中ではあまり良くないリバーブなんで、レキシコンという有名なリバーブのメーカーがありまして、それの開発に携わってた人が作った会社ですね、エクスポネンチャルかな、もう英語が苦手ですいません、というこの R4 というね、とっても高価なリバーブがあるんですけれども、これを挿していきたいと思うので、こちらの今のボーカルファイナライダーのリバーブはちょっともう落としておきます。これできっと切ることもできるんですね、これに、リバーブをかけてまずは調整してみます。長いの胸の中は手に取れるほどなのに。震える日富が語りかけてた出会いがもっと。なんとなく仕上がってきましたね、そして、次が、ハリソンのコンプレッサーなんです。これもですね、コンプレッサーで、これも帯域別に、分けて、処理ができるんですが、これをちょっとで最後整えてみたいと思います。互いの胸の中は手に取れるほどなのに。震える日富が語りかけてた出会いがもっと早ければと。言葉にできるなら少しはマシさ。互いの胸の中は手に取れるほどなのに。震える日富が語りかけてた。はい、ここまでドライトを比べてみましょう。早ければと。言葉にできるなら少しはマシさ。互いの胸の中は手に取れるほどなのに。入れます。震える日富が語りかけてた出会いがもっと早。今日ですね、この動画を作ろうと思った理由はですね、第1はステレオワイドの新しいステレオイメージャーというんですか、ソフトを購入したことにあります。こうやっておいてですね、ここからステレオを作っていくわけなんですけれども、画面の上部の方は高い周波数のステレオの幅、そして下側は低い周波数、それを中央どこに位置するか、クロスオーバーというんですが、そこの境目を作ったりしながらやっていきます。少しはマシさ。互いの胸の中
入れないとこんな感じです。震える人が語りかけてた。入れます。出会いがもっと早ければと。言葉にできるなら少しは、このサウンドスポットさんの MSW2 というのはですね、このステレオワイドが案外自然に広がるという感じがします。他今日はですね、この右の方にたくさんの同じようなステレオイメージャーをここに載せてあるんですけれども、その他にドーテックさんという会社の DY だというのがありまして、これを比べてみます。はい、そしたら私はマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた。出会いがもっと、このディワイラーはですね、声がちょっと二重になったようなダブリングと言ったらいいんでしょうか。そんな感じで、広げるというか、でもこれちょっと不自然ではありますよね。確かに効果は大きいんですけれども、ちょっと不自然な気がしています。次はこれは、有名なプラグインの販売会社、世界一と言っていいでしょうか、プラグインブティックさんなんですが、これもちょっとわざとらしさがあるんですね。ちょっと聞いてみてください。少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた。出会いがもっと早ければと。言葉、今まあね、評価は皆さんがしてくれたらいいと思うんですが、その他にですね、ステレオワイドこんなものも買ってみました。ワイデンとでも読むんでしょうか。まあこれもボーカルダブラの位置になります。二重化します。マシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた。出会いがもっと早ければと。言葉にできるなら少しはマシさ。この左のノブを回しすぎると、ダブラ効果が強くなりすぎます。手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた。出会いがもう、次はワイダというね、これも効果はすごくいいんですが、ちょっとわざとらしい感じがします。にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた。出会いがもっと早ければと。でも今までやった中で効果が一番分かりやすいんじゃないでしょうか。そして、最後はですね、
IK マルチメディアさんの T トラックスシリーズの中で、これもマルチバンドのイメージャーです。これは案外自然です。この番にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日富が語りかけてた、出会いがもっと早ければと、音の綺麗さっていう意味で言えば、この T トラックさんのステレオイメージャーが僕は一番いいかなと思います。そうか、もしくは本日、メインでありますこの MSW2、 この2つが案外効果がいいと感じます。自然という意味でですけれども、少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日富が語りかけてた、出会いがもっと早ければ。じゃあステレオの幅を広げたらですね、あとは先日からもうスーパーマスタリングソフトウェアと言ってもいいでしょうが、インテンシティというソフトを入れてみます。もうこれでいわゆる命が吹き込まれるというか、そんな感じがします。一回ワイダーは切っておきますね。言葉にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日富が語りかけてた、出会いがもっと早ければと、リミッターかけます。言葉にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日富が語りかけてた、出会いがもっと早ければと、少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日富が語りかけてた。今ちょっと音圧ラウドネスをチェックしていますが、ちょっと強すぎる感じがします。少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日富が語りかけてた、出会いがもっと早ければと、言葉できるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える日富が語りかけてた、最後に、今日のテーマであるステレオイメージャーを入れます。早ければと、言葉にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中
手に取れるほどなのに。ということで、今日のエフェクトは本当の意味での仕上げという意味ではちょっとやりすぎです。皆さんにこう効果を分かってもらうために、いわゆる少しきつめというか強めに、かけて、いろいろ実験をしてみました。こんな感じで、いつも音を作ってます。ラストに、サビのところで、聞いていただきましょう。I love you 叶わないものならばいっそ忘れたいのに、忘れられない全てが I miss you。リバーブももう少し落としますね。忘れられない全てが I miss you。 許されることならば抱きしめていたいのさ、光の午後も星の夜も Baby。はい、ご視聴ありがとうございました。いろんなツールをですね、使いながら音をこう作っていくわけなんですけれども、まあ、見本で皆さんに見ていただくのにはちょっとですね、こう過度にかけないと分かってもらいにくいので、やってますが、実際はもう少しシビアに、微妙にといったらいいでしょうか、やりながら、サウンドを作っていくということで、まずはこうマスターリングというか最終で、仕上げる以前にですね、このミキシングした時点で、綺麗な音に。わましさ互いの胸の中は手に取れるほどなのに。ここでですね、まず作り込んで、そして、最終いろんな仕上げをしていきながら、立体的に音を作っていくと、そういうような流れを少し、見ていただきました。ありがとうございました。